こんばんは、水吉です。本日もですね、韓国関連のニュースをお伝えします。こちらタイトルがですね、ホッケー協会のバッジに旭日旗、日本人選手の行為が韓国で波紋、参加資格を剥奪しろ、大げさじゃないということでですね、レコードチャイナが9月19日本日配信してるんですけども、こちら記事を見てみますと、2014年9月19日、韓国ヨンハップニュースが人選アジア大会に出場するホッケーの日本男子選手が旭日旗を連想させる模様のバッジを記念品として韓国の女子高生に渡したと報じ、韓国で非難の声が上がっている。女子高生らが通うか学校側は18日組織委員会に問題を提起したということでですね、問題のバッジなんですけども、ちょっと画像をちょっと貼っときましたんで、こちらですね、 JHA って書いて、ジャパンホッケーアソシエーションとかですかね、JHA とか、確かに旭日旗のような感じですわね、そのあけぼのっていうんですかね、かっこいいなと思うんですけども、普通の外国の方だったら、あ、嬉しいなというふうに思うと思うんですけども、それがウニナラですから、ファビョーンって感じなんでしょうね。バカな人たちですよね。はい、で、ちょっと戻りまして、こちらですね。この旭日旗っていうのは、この画像のようにですね、いわゆる、海上自衛隊の、旗としてですね、世界でも認められている旗ですから、これに問題を提起するっていうのは、いわゆる韓国ぐらいだと思いますね。ですから、頭が足りない、いわゆる脳足りん状態という感じですよね。日本人はまともに相手しない方がいいと思いますね。で、日本のこの男子の方もですね、男子選手の方ですね、これはちょっと軽率ですよね。非官三原則っていうのを、守っていただかないといけませんよね、本当に。朝鮮人と関わったら必ず不幸になる、いわゆる刑の法則というのもありますので、ちょっと、これを、機にですね、朝鮮人とは関わらないということをですね、JHA の方もですね、日本ホッケー協会の方も学んでいただきたいなと思いますね。はい、で、またウリナラの方々がまたコメントを寄せてますんで、ウリナラのネットユーザーのコメントをちょっと紹介したいと思います。はい、こんな非常識な行動を絶対に許すな。はい、次は、日本人は入国禁止にだですね。わざわざ、応援に来てくれた学生にすることか、呆れて言葉もない。いや、私たち日本人としたら、あんたたちの、行動が呆れてるんですけどね。はい、で、韓国でよくそんなことをできたな。絶対にうやむやにせず、参加資格を剥奪しろ。うるさいって感じですね。来てもらっただけでもありがたいと思いなさいって感じですね、本当に。はい、何の処罰も与えなければ、大会中にまた同じようなことが起きてしまう。知るかって感じですね。はい、最低な奴ら、ですね。最低な奴ら、仕返しをしないと気が済まない。日本と韓国の戦争はまだ終わっていない。というか、日本と韓国が戦争したっていうのはあるんですかね。確かに対馬ですね。対馬と1400年代ですね。対馬の、ところで、日本と韓国が戦をしたという歴史は残ってますけども、最近はないですね、そんなね。これもちょっと頭が悪いのかなと思いますね。はい、明日、親日派の学生たちが喜んで見学に行くだろう。それはいいんじゃないですかね。親日派は、頭がいいっていうことですからね。それはいいと思いますね。はい。はい、ちょっと大げさじゃない、おっしゃる通りですよね。大げさですよね、本当に。はい、で、次が、そんなことで大会の雰囲気を壊さないでほしい、記念品としてもらっておきなさいよ。これそうですよね、本当に記念品として一般の、例えば、日本人がですね、韓国人の選手に何かもらうっていうことは、ありますかね。あるとしても、ありがとうっていう感じでもらっときゃいいわけですよね。で、あとで、太陽武器ですね、朝鮮の旗のやつを壊すなりですね、捨てるなり、それはもう自由ですからね。はい、
だからこういうことをまあ問題にするっていう時点でですね、このね、あのバッジですね、まあそれがおかしいなと思いますよね。なんで旭日旗は一応戦犯旗にだってこう朝鮮人は言いますけども、あんたたちも一緒にあの日本の一員として戦ってたわけですから、まあそれはちょっとおかしいなと思いますよね。まあということで、日本人はもう非官三原則ですよね。ちゃんと守るということを、実行していけばいいと思います。はい、本日はこれぐらいにしておきます。どうもありがとうございました。